温泉熱を利用した温室団地弁形温泉は北海道薄郡総別町弁形にある温泉である。久保内触れ合いセンター掲示より総別町弁形の弁形側と小弁形側の出会い付近に泉源があり、付近には地元住民を中心とした会員制の共同浴場があるのみで、源泉付近では外来者の入浴利用はできない。総別町により、 多目的に、泉原活用されており、2 5トル離れた、校内地区の野菜生産団地の温室暖房に、利用され、送別温泉病院の暖房や、浴場、さらに源泉から約5トル離れた、久保内地区の日帰り入浴施設の、久保内触れ合いセンターに引導され、こちらでは、一般入浴可能である。かつては、久保内中学校でも利用されていた。 1879年12月、モンスッポン村の佐久間林之助が、弁慶の弁慶側と小弁慶側の出会いより、小弁慶側を100メートル遡った右岸に、湧出する温泉を発見。仮湯小屋を建て、翌年、佐久間温泉として開業する。平家湯当時は、春に、当地へ来て、冬は引き上げる状況だった。一方、明治時代に、 アイヌの人から譲り受けて温泉が始まったとも伝えられている。1883年になって、当地に佐久間林之助が定住を始める。佐久間は、現在の伊達市館内より、四門別、宗別町、立川・南、久保内を経て当地までの道路を、当年より3か年かけて、市費で改作、四角の微妙を図り、本格的に当地での営業を始めた。 戦後、当地の最盛期には3軒の温泉宿があった。1964年頃には、弁慶ホテルと、オロフレホテルの2軒の湯宿があったことが記録に残っている。近隣にあった滅別鉱山の閉山や、1977年8月、ウス山噴火による、来訪客の減少により、翌1978年12月、最後の湯宿。 弁慶温泉ホテルが閉鎖された。1966年以降、送別町内において、地質、地熱に関する各種調査が行われ、その結果をもとに、1979年から1982年に、かけて3本のボーリングを実施し熱水を得、この成果を1981年より、久保内地区での多目的利用が開始された。1954年、 弁慶地区住民56人が、資金や材木、セメントを寄付し浴場を建てた。この団体が、現在の会員制共同浴場、弁慶温泉共同浴場の始まりとなる。その後、誰でも入浴できたが、1983年頃、鏡を盗まれたり荒らされたりしたことから、玄関に、南京錠をかけ、会員専用とされた。2000年には、 資金約約五百万円を集めて改築されている。この共同浴場の源泉は、かつて近所の湯宿からの、もらい湯によって浴槽に湯を張ってきた。かつての地元源泉はすべて、自噴死体を利用していたが、町営の三本の源泉井戸は、地下500から600メートルからの動力溶水したため、自噴源泉の洗温低下、流出量低下、水量を低下した。 そのため共同浴場の温泉は、町営源泉からの分油を利用している。久保地ふれあいセンター医療施設農業団体、総別町ロフレジ熱利用野菜組合。ありがとうございます。